は加藤です、えー、j 1の皆さん、デビュー1ヶ月、えー、おめでとうございますということでですね、えー、今回はタワーレコード町田店のですね、えー、公開している、えー、フリーペーパーペパっていうのかなオリジナルフリーペーパーについてちょっとお話ししたいなと思いますでねさっきあのツイッターで見つけたんですけどこれがねすごいなと思ってちょっと感動しました。 でねまあ、どんなものなのかっていうのはです、ね、実際、ツイッターで、ね、見に行ってほしいんですけども、まあ、おそらく JAM、えー、の方なのかな店員の方が JAM、えー、というか、まあ、JO1 のファンで,でなんとですねあの11日連続で、まあ、要するにメンバー11人ってことですよねそれぞれこう特集した、えー、記事みたいなものをですねオリジナルの、ね、記事みたいなものを公開していくと,、えー、とツイッターで公開するのかなお店とかでもやってるのかな。 ちょっとよくわかんないんだけど、まあ、そういう企画をやっていくとで、ね、そのなんていうのかな手書きで書かれたその本第1回は、ね、豆原一く君の、えー、特集なんだけどクオリティがめちゃめちゃ高いしあと、なんていうのかなそのやっぱジャムなんだろうなっていうのが伝わってくるというかで内容的にも、ね、へえ、そうなんだみたいな、まあ、僕、JO1 詳しいわけじゃないんで知らないことの方が多いんですけどへえ、そうなんだみたいな感じでへーみたいな感じで。 なんか色々ね JO1 興味の持ててる内容となってましたこれね多分ねあの別に JO1 を推してなくても例えばジャニーズ応援してるジャニーオータとか他のアイドルとか、えーまあ、そもそもアイドルに興味のない人でも読んだらねなんか少し興味が持てるような内容だと思いますファ,ンのファンじゃなくても楽しめるようなものをですねあの作ってるんじゃないかなと思いましたでねあのイラストとかも、ね イラストとかもねすごい可愛いしとにかくクオリティがめっちゃ高いんでまだ見てないジャムの人がいたらですねぜひ見てほしいし、まあ、今ちょっと、あのー、コロナの影響でね お店に直接行くのはちょっと僕はお勧めしませんけど、あのー、タワレコ町田店の、えー、ツイッターアカウントフォローしてあげた方がいいと思うし、あのー、今後も、ねあのー、こういう素敵な取り組みをやっている、えー、タワレコ町田店、ね、なんか応援してあげてほしいなと思いました僕は単純にすごいなと思ったんですね、あのー、やっぱり今、あのー、なんだろう音楽なんかもこれ日本もね、あのー、ストリーミングっていうのかな CD じゃなくて。 えー、アップルミュージックみたいなあとはスポティファイみたいなサービスがまあ一般化していくとさらに普及していくと思うんだけどなんかねその <laughs> レコードショップっていうのかなあの CD, を CD やレコードを売ってる店もですね新しい業態としていろいろ変わっていくと思うんですよなんだけど結局やっぱりそこに <laughs> あ,のあるのはそのアーティストを応援したい気持ちとかあのファンのし気持ちが分かるとかなんかそういう。 ものだったりするんですね、すると思うんですね、売ってるものっていうのは。だからまあ売ってるものはいろいろ変わっていくかもしれないけど、こういう本当にね、あのー、J.O.1 みたいにみたいなアイドルをね、好きであの心からなんか好きなんだっていうのが伝ってくるような人たちが、あの音楽業界を支えていくと、エンターテインメント業界を支えていくというのはですね、本当に素敵だなと見てて思いました。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。